ボス、皆さん、ザ・グッズ・ナイトです。今日はもう一つレビューがあるんですけど、今、LBT のプレートキャリア使えるとか、超おしゃれと思います。こんな感じので。でも、水袋は、騒ぎは最初の時から、この水パックを買った。これは LBT の、最初、バージョン第1番の水パックみたい。でも、これは、確かにいい感じですけど、ちょっと、プレートキャリアよりちょっと長い。ここは、1、2、3、4、5、6、7。7ぐらい。7レアぐらいを使える。と、プレートキャリアはただ、6ぐらいですけど、ちょっと、6はここまで。でも、このプラスので、プレートキャリアより長くなる。それで、ちょっと、ベルトに、ちょっと邪魔するとか、ちょっとサイズはちょっとおかしいので、でも確かに悪くないのこと。ここの中には、ちょっと銀のやつは冷たいのためとか、これは最初買ったのは、水袋はちょっと確かに普通の感じ、ちょっといずれあるから来たとか、使えるのはこの棒で、これがちょっと、飽きるづらいとか、これから水入れるとか、閉めるはもう、まあいいんじゃないですけど、新しいの版は確かにこれより使いやすい。これはちょっと古いのタイプと、バルブもソースで、これを足開けれる、患部混ぜる、押す、なんだろう、押すじゃなくて、押すの逆。取るがいいんじゃない。と、その感じで使える。ただ、普通のやつでも、普通は悪くない。確かに使いやすいとか、それでいいんじゃないとか。けど、さっきは買い物だから、これは、2011年の版みたいですけど、先には新しいのは出した。ただ、この感じ。これは、1、2、3、4、5ぐらいの使えると、他のよりプレートキャリアぐらい長い。ただ、前のやつはこんなにぐらいで他に邪魔する。でも、これはちゃんとのサイズ。お値段は同じとか、これは、2014年から、それは2年前と、水袋も新しいのタイプ使えてた。今、プレートキャリアの中で、ちょっとすいません。これは、ハイドローパック。ソースじゃなくて、普通のやつは全然違うから。これは、ちゃんと CPC の使えるのボタンで、フィルターも使える。他のより。70ml ぐらい、このメジャーもあるんですけど、と、これは、BPA フリーと、これは台湾に作ったのパック。デザインはアメリカですけど。と、普通のやつより、この開けるのは、この、ちょっとプラスチックのやつがあると、これは、こうで開ける。開けやすいとか、この、この色の白いやつで、まだ横けない。これは開けると、こうで、こうから水入れる。ちゃんと使いやすい。と、閉めるから水は出せない。これはここまで、消えないとか、ちゃんと見つけるやすいとか、閉めるも超簡単です。それとか、ホーズは説明が必要でね。ホーズはこうの感じ。新しいの、ちょっと、超強いのカバーがあるとか、カムのバルブもこの守るのやつがある。これも同じの使えるの。線がある。開けるは、これから、この方は混ぜる。水は出す。閉めると、キャップも入れて、大丈夫です。これは、今日、ずっと水パック使えるの時から、これは確かに一番の使いやすいとおしゃれみたいなやつ。それで、今日は買ったの時に超嬉しいなった。
でもまだあまり使ったことないですけど、まだ今週末のサバゲーに使える、これもハイドロパックの名前があるとか、これはすぐ使いたいんですけど、これも入れるの時は超簡単。この普通のやつはどんなぐらい、あ、普通の使い簡単、そのさっきのレビューのブラックホークのは使える簡単ですけど、そんなに簡単とおしゃれじゃないので、と確かに苦い。でもそのホズでよくわかるでしょ。これはまだちょっと強いとか、これはちょっと柔らかい。これもただファブリックみたいなやつですかね。ポッテンとか、これは何だろう。これはわからないですけど、確かに強いと水守る。と、シャンプー長くで、これは、この方はちょっと温まるとか、これは最後まで使えるので、超おしゃれ。じゃあ、新しいのは確かにいいんじゃない。でも、これも4000円ぐらい基地に買ったので、すぐ使いたいですけど、確かにおしゃれです。じゃあ、今日のレビューはこのまでと、何か質問があればとコメントで、後で説明とか何かできる。じゃあ、今まで、じゃあ、このまでで、説明終了です。じゃあ、みんなお疲れ様です。